ことの葉増刊号のボリューム7ですね。9月の25日号になります。ことの葉アフタートークを6月12日、12日から始めて、そのアフタートークの有料部分なんですが、その目次とインデックスですね。リッスンの AI が作ってくれたサマリーと目次の半月に1回の15日分の15日もしくは16日分の、サマリーと目次とリンク集になっています。ことの葉増刊号です。結構この半月はさらにテーマがいろいろと膨らんできてるかなというふうに思いますが、まあ、詳しくはリッスンの説明欄、概要欄に AI が作ったサマリーと目次のリンク、さらにエピソードへのリンクが貼ってありますので、そちらをご覧になっていただければと思いますけれども、いろいろ実験精神の問題とか、言葉と実践の乖離の問題とか、あとはまあ民泊体験でのグローバル経験についてとか、で一方で日本においては結構社会経験が若者、特に経験値、社会的な経験値が上がりにくい状況があるんじゃないか。まあ最近経験格差、体験格差なんて言葉もありますけどね。まあそんな話とか。あともう一つは、原案作成の重要性。それから新しい思いつきですね。年間始めるキャンパスを思いついて、それを作った話とか。あと投げ銭プロジェクトですね。投げ銭プロジェクト。それからあとは自民党総裁選と立憲民主党の政治ネタ。で、スポーツは進化するのに政治が退化するのはなぜか。とかですね。それからリッスンとか、スタンド FM とかの機能について。今思うところも語ったりしています。その連携のあり方も含めてですね。それから Spotify の旧アンカーの収録編集ツール、やはりこれがなくなったことは大きいぞと、痛手だぞという話も少ししたりしています。ということで、ことの葉、アフタートーク、9月の11日から25日までの、ことの葉リンク、そしてアフタートークの AI サマリーとインデックスをまとめたことの葉増刊号ボリューム7を配信させていただきました。さらに言うと、実はこれの前に、まあ、これ作ってるうち思ったんですが、やっぱ増刊号の増刊号が欲しいなと。やっぱ増刊号だけだとちょっと細切れすぎるんですね。2週間分ですから、もう少し長いスパンでインデックスが欲しいということで、増刊号スペシャルというのを別番組から配信することにしました。これは E カタログということで、目次集、総目次ですね。過去3ヶ月分の総目次を作らせていただきました。で、これをやることによって1年間で4本ですね。4つの増刊号スペシャルが目次集として、目次だけです。サマリーはさすがに分量的に入れれなかったので、目次だけですが、総目次3ヶ月ごとに出すことにしました。で、それで1年まとまると、まあ4本見れば1年分の、まあ目次のインデックスになるということで、そういった配信も、リッスンの説明欄、概要欄の活用として、させていただきました。で、それから、ついでに言うと、パトレオンですね。これを8月から始めまして、このパトレオン、8月20日ぐらいから始めましたかね。そうですね、ちょうど1ヶ月経ちますが、今、過去の、夕刊ことの葉、そして週刊ポッドキャスティング、そして月刊始めるキャンパスはまだこれからですけれども、順次、アップロードしている段階ですね。説明欄、概要欄の一番下の画像には43件の投稿となってますが、これはさらに進んで、これ前回の情報、2週間前の情報ですので、現時点ではさらに進んで、投稿数は多分70件、80件ぐらいいってるんじゃないかと思いますが、74件ですね。本日の時点で74エピソードがアップされてますが、順次、
投稿されていく形になって、ここでことの葉、アフタートーク、そして週刊ポッドキャスティング、さらにはこれからアップしますが、あとことの葉の号外、そしてことの葉増刊号、いったものが有料部分も含めて月間固定の月額のサブスクリプションで、このパトレオンで音声のみ聞くことができるという、そういう形になっています。さらに言うと、そのメンバーシップ参加していただくとサブスクで、ここで実はチャットができるんですね。メンバーチャット。で、他にもメンバー限定配信とかもできるので、まあこれ、まだ過去の分を今アップロードしているところなので、まああと一月ぐらいかけて、追いつくんじゃないかなと思いますので、今ちょうど準備期間みたいな感じですが、もし興味ある方は一度ご覧になっていただければと思います。ちょうど本日までスタートアップ割引キャンペーン実施中です。またこれ、折を見てやりたいと思ってますが、とりあえず一度パトレオンも眺めてみていただけるといいかなと思います。だいぶコンテンツが、膨らんできました。ということで、パトレオンのご紹介も合わせてさせていただきました。ということで、ゆうかんことのハーフタートークは、結構個人としては楽しくやらせていただいて、何がいいかというと、そこで次のアイデアが浮かぶんですね。これはやっぱり面白いですね。で、しかも有料配信という形にしてるから、かえって自由にいろんなトークができる部分もあったりするんですね。なので、ぜひ、有料配信いろんな形でチャレンジして使っていかれるといいんじゃないかなと。必ずしもまとまったものじゃなくてもいいと思うので、いろいろとこう、まあ購入した人だけ聞いてもらうという形ですので、限定配信ですよね、要するにね。で、それをフォロワー限定とか限定公開番組にしてもいいんですが、そうではなくて、あえて有料配信にすることの面白さっていうのがあるんじゃないかなと、私自身は思ってますので、まあぜひぜひ、一人でも多くの人が、有料配信、投げ銭も含めてですね、取り組まれると面白いんじゃないかなと、勝手に思ったりしています。ということで、ゆうかんことのは、ことのは増刊号、ボリューム7、2024年9月11日から25日までのアフタートークの AI サマリー、目次、そしてリンク集のエピソードでした。最後までお聞き、お読みいただきありがとうございました。それではまた。